某夢の組で正社員として働き家族を養っているものです仕事について周りに聞かれた際に自分の職業のことを言うと遊んでるだけでしょのような軽蔑の目で見られることが多々あります自分はこの仕事に誇りを持っていますし簡単な仕事はありません最初のうちは我慢していましたがそろそろ精神的にもきつですどうすればいいでしょうか周りの人がバカなんじゃないのバカな人を頭良くするのってすごく難しいんですよ本人がその学ぼうと思ってる人を教えるのはまあ、そこそこできるんですけど 頭の悪い人を頭を良くするのってもしできるのであれば文科省とかに入って学校を作った方がいいと思うんですよね。 某夢の国って、まあ、ものすごいあの要求レベル高いしどんなきつい状況でも笑顔でいなきゃいけないし掃除のおじさんとかでもその質問されたら危険の聞いた答えをしなきゃいけないとかっていうので結構その給料もそんなに高くない割にはみんなハードワークな職場だったりすると思うんですけどっていうのがその分かってる人であればあそこ続けてるんだすごいねってなると思うんですけど分かんない人は分からないのでそれはもうなんか頭の悪い人が分からないのはしょうがないよねっていうところであんまり聞 気にしないでちゃんとわかる人と話をすればいいんじゃないかなと思いますね。桐、は、生、い、さんもディズニー好きですか？割と好きです。何のアトラクションが好きですか？すげえ優秀な脚本家が書いてたりするのディズニー映画は大体面白いんですよね。新しく上海でできたディズニーランド以外、僕全部のディズニーランド行ってるんですよね。香港のディズニーランドとかフロリダとかあのロサンゼルスのだったりとかフランスのディズニーランドとか。 なので割とあのディズニーランドマウンティングをするときは僕はディズニーランド結構行ってますよっていうマウントをしたりします好きなジブリ作品とディズニー作品を教えてほしいですもののけ姫でディズニー作品なんだろうなマーベル系は割と外れなしだと思ってますけどめちゃくちゃ面白いという意味ではなくてマーベル系ってあの金かかってるんでそれなりに見れるんですよ 今までいろんな国を旅行するうちに新鮮味がなくなりました。想像を超える体験化したいので、ディズニーやホグワーズのような魔法の世界に行きたいんですが、今後メタバースが進んでいくことでマトリックスで終わり。想像を超える体験がしたいのであれば、薬をやった方が早いと思いますよ。結局、まあ、あの、遊園地みたいなところは、その世界中どこ行っても変わらないと思うので、違法とされる薬とかをやったりすると、不思議な体験ができるらしいんですけど、おすすめはしません。はい。石器法と想像を超える体験をしたいと言って薬を進めたいもので、すみません、冗談です。 違法行為は嫌なことを聞きたかったのですが、今後、マトリックスやトータルイコールのような仮想世界での旅行は可能になると思いますかはい。当時、合法だったキノコを僕食べたことあるんですよ。現在合法ではない国が多いのであの、おすすめはしないんですけど、見えないものが見えるタイプのキノコだったんですよ。見えないものが見えるといううちに、 で、みんな、まあ、友達と一緒に食べたんですけど、で、見えないものが見えるということを面白がってたんですけど、僕は、見えないものを見ている状態で、その見えないものの形を変えるっていうのをずっとやってたんですよ。光る輪っかが出てくるんですけど、そこの輪っかが楕円なんですけど、それを深円に変えるっていう訓練をずっとやってたんですよ。 本来であれば見えないものっていうのが、まあ、見えてしまってると。でもそれは脳の現象であって、自分が何を見たいかっていうので変えられるはずだっていうので、結構時間をかけてずっと努力をしてたんですよ。で、割とその自分と視覚をコントロール可能だっていうところまで僕行ったんですけど、ってすごくどうでもいい話をしましたけど、<laughs> っていう感じで、割とその、あの、そういった成分のものってあったりするので、その見えないものだったり、逆に言うとそれって見たいものが見れるんですよ。 見えないものが見えてしまうっていうのでそこの構造を変えられるっていうのはもうちょっと多分コントロールするとあの見たいものを四角に出すっていうのができるようになると思うので,で多分それってその銅のどこかを、まあ、いじればできるって話なので多分時間の問題でできるんじゃないかなと思いますけど。マーベル映画ってて見見ますすすすすかた、はい、たら感想を聞きたいですすごくおすすめです ざっくりすぎじゃないですか。マーベル映画って。アベンジャーズということでいいんですか。<laughs> ファイダーマンってね、多分3、4作ぐらいリメイクされてるんですけど、一応あの、めちゃめちゃ古い昭和の時代の以外は僕全部見てる気がします。はい。なのでまあ、その当時のマーベルはただあの、ディズニーじゃないマーベルですけどね。スマブラにキングダムハーツの空が撮影しましたが、威力的にはとんでもない偉業だと思いますか思いません。なんでそれが異様なんだろう キングダムハーツっていうあのディズニーのキャラクターが出てくるあのスクエアエニックスが作ったゲームがあるんですけど最新版僕やってないんですけど最新版をやった人の話を聞いてるだけですごい面白かったんですけどディズニーキャラクターを使うためのルールっていうのがめちゃめちゃ細かいんですよね まずそのディズニーキャラクターがその人を殴ってはいけない攻撃をしてはいけない悪口を言ってはいけないっていうのでなのでそのディズニーキャラクターって基本的に戦えないんですよでもキングダムハーツをやる人たちってそのミッキーマウスとかディズニーのキャラクターでアクションゲームができるんだと思って買うんですけどミッキーマウスほぼ出てこないらしいんですよね中盤までで出てくるのも影とかで戦ったりもしないし喋んないみたいななのでそのミッキーマウスを出そうとするとめちゃめちゃ大変なんですよね っていうのがあるんですけど、ただ、残念ながら、そのキング・アム・ハーツの空自体は、オリジナルキャラクターで、ディズニーのキャラクターではないので、別に出ること自体は、そんなに対して難しくないんじゃないかと思いますけど、四月から大学三年生のもので、千冊、四十五の大学から夢がいっぱいな。某テーママークの運営会社に新卒で入社したいです。どうすれば入社してるかできるか、今できることを、ひろゆきさんが思いつく範囲で教えていただけると幸いです。無理です。 もう一つ質問ですがその某テーマパークで2年間アルバイトとして公務員の臨時職員として半年間中学生相手に学習のサポートという形で働いていましたこの経験は需要はあるでしょうか公務員の臨時職員としてアルバイトをしていたのそのテーマパークでってことかな雇い主は役所だったってことかな 基本的にその某オリエンタルランドって正社員ほぼほぼ取らないんですよね。入りたいっていう人たちがいっぱいいるので、なのでそのアルバイトからスタートして契約社員に上がって正社員っていう道があるので、残念ながらその新卒偏差値45で行くのはかなり難易度高いと思います。多分無理だと考えた方が早いです。 すげえ偏差値が高くて幹部職員コースっていう形でそれなりの資格が持ってますとかじゃあ最初から英語が喋れますとかっていうのであればじゃあ幹部候補として正社員っていう可能性あるかもしれないですけど残念ながらその偏差値45で何らかのスキルがないんだとするとアルバイトスタートになってしまうので無理なものは無理だと思います、はい、日清野明洋さんがディズニーを倒すと言ったり前田裕二さんが Google 倒すと言ってますが可能だと思いますか可能か不可能かで言ったら可能である可能性は多少は残ってるじゃないですか ただ西野さんはあのどうやってディズニーを倒すとか気象は言ってないんですよウォルトディズニーより長生きをしたことでディズニーを倒したって言ってもいいんですよ なので、何の基準で戦うとは言ってないので、別にだから西野さんは全然いいと思うんですよ。なので、前田さんもひょっとしたら、その、なんか、Google の社長よりも、なんか、彼女がいっぱいいるとかっていうところで戦うんだったら、全然勝てると思うので、いっぱい不倫とかしてもらえればいいんじゃないかなと思います。著作権の保護は現状過剰だと考えています。コンテンツ配信のサブスクライブ収益モデルによって、企業はコンテンツライセンスの囲い込み熱心になります。売れるかどうか不明な新しいコンテンツを出すのにコスト払いより、にあのコンテンツを囲い込むのが価値盛りです。という六本です。 どう考えていますか、まあ過剰ですけどディズニーがある限りはもう伸び続けるんじゃないですかね著作権結局そのアメリカが割とその儲かるものを、まあ、あの著作権法っていうのをそのままこうアメリカのルールを世界中が従うっていう状況になっちゃってるのでなのであのディズニーが諦めない限りは著作権はずっと厳しいんじゃないですかね。 四国地方在住の個人事業主ですお客様は高齢者が多いですコロナが東京に広がり始めた最初の頃パート女性が娘と東京ディズニーランドに行く予定でしたコロナに壁になっているお客様にので行って大丈夫かなと何度も確認を取ったが一切返事はなくその女性は東京ディズニーランドに行って無事帰ってきましたが1年以上経った今更当時は何度も確認を取られ東京ディズニーランドが楽しめなかった本当にひどいと泣いて責められました私は何が悪いのでしょうか メンタル病んでるってだだけだと思います1年以上経ったことに対していきなり泣いてその話をするって明らかにその過去のことを今の状況と無理やりくっつけて今の不満をその過去こういうことがあったから なな気分になったみたいなのを伝えようとしてるっていう状態だと思うので冷静にあの時にこうやったのがいい悪いとかじゃなくて単にその人は怒っていてでその怒ってる状況感情的な状況っていうのをちゃんと伝えることができてないんですけども、まあ、しかするか言えないような何かででもその感情自体はぶつけたいっていうので過去こんなことをされたみたいなことを言ってるって話だと思います。はマ、い、マーーーーベベルル派 DC 派 DC ででもももうどっちデディィズズニニだから一緒じゃないののとけるる必要あるの あれか、ああ名前忘れた。 あのおじいちゃんが好きか,どうかだよ、ね、X e n だったりとかスパイダーマンとかをあの全部原作をやってるスパイク・リーじゃなくて誰だっけ <laughs> おじいちゃんがいてでまあ最近亡くなられ去年か去年亡くなられちゃったんですけど基本的にそのマーベルシリーズの原作あそうスタンリーは、まあ、全てそのスタンリーが考えてるっていう今までのそヒーローものって必ずその筋肉質の超強いやつが普通に悪いものを倒して終わりだよねっておっしゃったんだけどそのスパイダーマンって。 本人あんまり筋肉質じゃなくてそのどちらかというとそのオタクと言われるタイプの子が悪者を倒したりするんだけどでも別に悪者を倒してたとしても俺って生活できないよねみたいな結構生々しい部分とかも出てきたりするっていうのがスタンリーの面白いところで。すけどその ディズニーがあのひたすら作る前に作られたアベンジャーズのシリーズでウォッチメンだったっけっていうのがあるんですけど マーベルの,の漫画出てくる中で一番最強なのは誰だコンテストっていうのをやるとまず死なないっていう能力を持ってるデッドプールとか死なないっていう能力を持ってるゴーストライダーとかっていろいろ出てくるんですけどその中にその時間を超越するっていうキラキラしたおっさんっていうのがいるんですけどキラキラしたおっさんをさらに巨大化もするっていうのがいてそれがこうどう戦うのかみたいな話で結構むちゃくちゃな話なんですけどまただウォッチメンって 一番最初に出てくるしょうもないやつが実はあそうなのみたいな伏線の回収の仕方が面白いのでそこを興味を持って見ていただけるとちょっと鼻かみます。